はじめにブラシで全体の髪を集めた後にゴムでまとめます。ポニーテールした髪を360度に展開してからゴムでまとめます。すぐに手を離さずに片手で押さえながらまとめた髪を少しずつ引き出してお団子の形を整えていきましょう。ここでゴムをもう一回転させた後にお団子を大きくしていきます。お団子の形がある程度整ったら余った毛先を根元に巻きつけてピンで留めましょう。お団子を上からかぶせるようにしながら留めていきます。最後に少しずつ引き出しながら形を整えたら完成です。